はい、皆さんこんにちは、ワンネルグリビッシュです。では今回は信長の野望革新パープキット信長プレイの続きをやっていきたいと思います。前回までにね、機内を、まあ、制圧ということで堺、まあ、ここを毛利から奪取したというところまでお届けをしたと思います。で今回はその続きになるんですが、まずは同盟をね結べるところを結んでいきましょうというところで、何が目的かというと、まあ、毛利との間にちょっと壁をね一つ作りたいなというふうに思ってますんで、毛利との国境に接している、まあ、弱小大名という位置づけにはなってしまうかなと思うんですが、それらのね大名家には一旦同盟を持ちかけてみましょうというのをまず今回はやっていきたいと思います。赤松姉麹は置いといて、意識ここも一旦高虎を送り込みましょうか。で、まあ、お金も兵糧も全然まだまだこれから足りないねというところなので、まあ、過剰には気をつけなきゃいけないんですが、不満を抱いているものに関しては、しかもね90未満これらの武将には金を与えて、その不満を一旦解消しましょう。で次の軍事的な目標ですね、ちょっと確認しておきましょう。まあ、本願寺が邪魔なので本願寺をね潰しにかかろうかなというところなので、まあ、小山御坊、あとは加賀、さらに鈴木家、この辺りをね、滅ぼして、毛利武田との決戦へと進んでいきたいなというふうに思います。なのでまずは小山御坊3万3000か、いやなかなかいかついね。ちょっと待ってくれ、あやちゃんを引き渡せって言ってくるのダメだよ、そんなの。石毛ごときが旗のは、いやダメよ、何様だお前ら、いやダメよ。武田からの返還の使者は刑事による人質ビジネス、金をもらい受けよう。そしたら交渉、まあ、外政ですかね、協定結んでいこう。まずは水軍、あと他に協定結べるような勢力ある？近くに、まあ、水軍商人この辺りはいいかな、まあ、商人はね、まあ、いつでもいいと言えばいいんですけど、水軍州以外の勢力は特にないか。3万の小山御坊を囲むのなかなかしんどいな。となると先に別のところを攻めてもいいかもしれない。矢神、旗野の矢神、ここ先に潰す。兵力2万、これだったらひとひねりできますね。軍団の指示も出しておこう。信兼はまあ鈴木家攻略を、で信忠はどうする。そうか、まだ姉麹潰しきれてないんだね。じゃあここは引き続き姉麹討伐をやってもらいましょう。岩村城から兵出せないからな。堺、困るよね。さあ三成だ、まあ、ここは問題ないでしょう。お、金をせしめに来たな。まあね、武田家から人質ビジネスで大量の金を手に入れてるのでまあいいでしょう。問題は
どうするかな、どこを攻めるか。やっぱり軍団で方針で雑賀ではなく小山御坊に変更しよう。徳川からの交渉の使者、まともなもん持ってねえからなこいつら。ただちょっとでも交渉を断しておこう。弱小の徳川なんで、はっきり言って放っておきゃいいというレベルですからね。でまずは水軍州には拠点攻撃。ちょっと待って、これってさ、水軍同士は水軍同士か攻撃できなそうだな。となると傷の水軍州は当てにならないので、やっぱ小山御坊を自勢力だけで攻略しなきゃいけないのか。ちょっと信長も実際手こずったと言われるこのね、石山合戦、これをどう乗り切るかだな。一旦じゃあ軍を起こしてみましょうか。いやそれにしてもひどいもんあるな。脇坂だね。まあ、雇えるものは雇って、使えないやつには金は払わんと。さあでは本当に一旦出陣します。あと岐阜からも兵を出せるなら出したい。まあはっきり言って使える武将はあんまりいないけど、減らしていかなきゃいけないんでね、1回で終わらなくても、2度3度と攻めかけて減らしていかなきゃいけないんで、敵のね兵力を。総兵が出てきてるな。いやちょっと待ってくれ、減りが異常だよ。異常すぎる。勝てる気がしない。小山御坊の攻略がうまくいくと思えない。ここは金に物は言わせて買っておくにしてもだ。ちょっと荒木村重、このままだとまずいな。撤退するしかないね。観音寺に戻そう。退却。ただ水軍州がなんか戦ってくれてるな。ちょっと待って、岐阜城の周りを焼き払いってどういうことだ。農民兵が出てやがる。こしゃくな。
農民は敵部隊壊滅しました。ぶっ殺しておいてだ。問題は小山合戦の方はどうなってんだ。私に続け。ちょっと待ってね。そうすると一旦軍団で編成で、堺を直轄に変える。で堺から兵を出しましょう。承知しました。堺かなり充実してるな。これ石山合戦という名のもとに一気に決められるぞ。頑張ろう。気合を入れよ。多少きつくても粒手ごとき跳ね返してくれる。いやー、ここはもう一気に落としたいけどね。ちょっと金がないので見送りましょう。で戦略は技術ね。弓か、弓学者とかマジでいらんわ。そうなると建設だな。いや建設もろくなのない。どうする。ここは合戦に専念するか一旦ね。成政の鉄砲にも期待したい。毛利家から返還の使者。よし、ここでまた人質ビジネスができる。元春、いや元春には死んでもらうしかないな。拒否。ごぼうを一気に抜きたい。鉄砲打ちで決める。これで終わりだな。ちょっと待ってくれ。なんでだ、赤松が横取りしてんだ。まあいい、赤松もろとも滅ぼしてやろう。赤松にマジで猫ババする気だなこいつ。守ってるな赤松なんで。いやマジで意味わかんねえな。
や今度は旗の家が横取りしにかかってきてんな。何なんだこのハイエナどうも本当に意味がわからん。いや本当にハイエナ魂が半端ないこいつら。いやマジかい、マジですかいって感じだな。意味がわからんねこのハイエナ戦法敵の。で金がないと言われちゃしょうがないよな。兵糧売却して金を一旦まとまった額用意するしかないよ。人材だな外交。いやー厳しいな。いや五宝が本当に意味わかんない。ちょっと待って、今からでもさ再出陣しようよ。さらに堺からも再び出陣しよう。でもさもう小山五郎を2度も落としたのよ。その全てを横取りされたけど。兵糧の続く限り攻防を取る。秀吉信長が来れば赤松は滅ぼされたが、無謀な戦い挑んだからね、こちらに。この意識、見切ったり。さあ、小山ごぼうはもらう。かなり強力な城になるはずですからね、小山ごぼうは。後の大阪城が立つ場所なんで。思い知るがよ。敵のハイエナ戦法半端なかったな。敵部隊壊滅しました。一人とて撃ち殺すでないぞ。決まるなこれで。いやー五宝なんとか取ったね。敵のハイエナ戦法、これを何とか防ぐことが今回はできましたね。赤松に旗野に一式にとむちゃくちゃな分取り合いが起きたんでどうなることかと思いましたが、まずはね五宝確保できましたので、五宝確保できたとなれば
まあ、次はこっちかな。ただこっちも3万5000か。いやー本願寺強力だね。では切りがいいのでね、ちょっと短いですが今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、本願寺完全に滅ぼした後毛利との決戦に多分なっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。